はい、それではお待たせいたしました、メインイベントで見事勝利しました那須川天心選手のインタビューを、開始いたします。それではまず、試合終わっての率直な感想からお願いします。はい、感想、そうですね、まあ、短かったですね、すげえ、なんだろう、あっという間だったというか、凝縮された時間だったなというふうに感じます。はい、まあ、とりあえず彼とホッとしてるかな。はい、2度目の対戦となりましたが、シロ選手の今回戦ってみたら印象を教えてください。まあ、やっぱ考えてることは似てるなっていうふうに、思いましたね。思ったし、ね、こうやりながら、ね、1個入ったものはもう入らないし、で逆に、ね、他の技やって、でまた戻したらにしたら入ったりとか、まあ本当今回、ね、自分の中のテーマっていうかは、こう本当9分間こう、まあ、相手を騙すというか、いろんな引き出しを出して勝つっていうのが、まあ、自分の中でのポイントだったので、まあ、それにそこで勝ててよかったなと。はい、はい、ではここから質疑応答に移りたいと思います。はい、お願いします。お疲れ様でした。そうです。1ラウンド蹴り中心でいったというのはフィーリングですか、その場の流れでそういったんですか、それとも作戦。作戦の中の一つではありましたね。まあ、パターンはいろいろあったんですけど、やっぱりなかなかパンチは警戒してると思ったんで、でやっぱり最終的に蹴りでまとめると印象がいいんで、まあ、そこのこうなんだろう、印象付けるっていうためにも蹴りをたくさん使いました。蹴りの方が距離が短いですし、でパンチ警戒している分 0. 何秒ぐらいが、ね、遅れるんで、だからこそ蹴ってって感じですかね。いつもは結構、ね、シロ君蹴りをカットとかするんですけど、やっぱパンチ警戒した分、ね、ちょっとカットが遅れたりとかしてたんで、まあ、そこで先手を取ったかと。はい、それも全て計算づく。まあやりながらですけど、計算もしてましたし、であとは蹴りはめちゃめちゃ早く打って、でパンチ今回ちょっとね遅く打ったんですよね。なんだろう、まあ、0.5 とか1ぐらい間を空けてパンチ打ったりとか、ね、まあ、試合前からこう早いだけが全てじゃないって言いましたけど、あえて遅いの打ったりとか、そういう騙し合いをしてたんですけど、なかなか多分分からないんじゃないかなと思います。練習でもあえてそのタイミングを外したり、あえて若干遅いパンチの練習とかもしてたんですか。まあ、しましたね。はい、シロ選手の場合はその僕の速いスピードをなんだろう研究して練習してきたわけですよ。だったらその速いってくるものに対してちょっと遅くすればギャップが生まれるわけじゃないですか。でそういった駆け引きとか、そういったこう騙しをずっと自分の中で練習してたんです。PV でも言ってましたけども、180秒間騙し続けるっていうのも成し遂げることができた。まあそうですね、なんだろう、こう駆け引きで勝てたんで、で相手の動きを止めることができたんで、そんなそこでは勝てたかなと思います。久々にこういう試合をしたなっていう、試合っていうちゃんと試合っていう試合をできたかなと思いました。逆に篠野選手が成長したな、こいつ強くなったなと思う部分は多々ありました。いやもう全局面で前より強くなってるなっていうのを感じましたし、まあ、距離感だったりそのパンチの打ち方、ジャブの入り方で蹴りの威力、スピード、全てにおいて強くなってるなっていうのを感じましたし、まあ、だからこそいろんな引き出しを僕は使って、やっぱ白選手の場合、白選手は本当相手によってスタイルを変えられる選手ですけど、僕もそうなので、だから本当、超クロードがこの技術戦だったんじゃないかなと思います。なかなか分かってもらえないんじゃないかなっていうのはありますけど、
でしたらもう前回以上のちょっと分かってもらいにくいかもしれないけどハイレベルな技術戦だったなっていう感じですか。まあそうですね、はい、そこは間違いなくそうでしょうね、はい、ありがとうございます。はい、おはようございますでしょうか。はい、お願いします。まあ、そういう意味で、前回に近いものが見せられたっていう満足感はかなり高い。まあそうですね、その駆け引きで勝ったっていうのが選手の中では多分一番嬉しいと思うんですよね、うん、なんだろう、まあ、もちろん KO だったり、うん、そのダウン取ってとかっていうのも大事ですけど、まあ、そこを目的にしてた試合ではなく、まあ、最終的に倒せればいいなと思ってたんですけど、そこを目的にしてた試合では別になかったので、まあ、いろんな場合だったりで、ね、ボクシングに僕ら転向するって言われてる中で、ね、やっぱりパンチが警戒してくるし、だったら蹴って蹴りますみたいな、そういう感じです。志郎選手が、天心選手がジャブを打った後のステップバックの距離がものすごく遠くて対応できなかったみたいなことを言ってたんですけど、それは対応は自分ではどうですか。まあ、自分ではもう狙ってました。狙ってたというか、うん、やっぱりストレートは絶対警戒してくるので、今回はストレートメインではなく、もうジャブを使いましたね。いつもだったらワン、ツーっていくところをワン、止めてワンとか、うん。だからやっぱギャップが生まれますよね。うん、ストレート来るんじゃないか、あ、来ないって思った時にはもう当たってる。で、いない。だから遠い。本当こう距離を騙してます。パンチを遅くしたっていうのはもうタイミング、はい、ハンドスピードじゃなくてタイミングってことですよね。いやもうハンドスピードもタイミングも、うん、早く入ってゆっくり打ったりとか、ゆっくり入って早く打ったりとか、うん、ギャップですね。ちょっとこうストレートが速い選手がスローカーブを使うみたいな。そうですね。そうです。ちょっと違うってください。でもそうです、野球ってことですよね。そうですね。やっぱりいろんなものを持っているし、その同じフォームでもスピード違ければ違うし、そういうことですね。まあ、今回はこの当てるっていうのがまず、ね、絶対的に大事だったので、そういうところですか。はい、他ございますでしょうか。3ラウンドに志郎選手が勝負を仕掛けてきたと思うんですけど、3ラウンドに関してはどういうふうに思いましたでしょうか。来るんだろうなっていうのはあったですね。でちょっと3ラウンドはこう、まあ、攻め方の中では少しちょっと慌てた部分が自分の中ではあったのかなと思ったので、そうですね。だから、まあ、僕の中の考えではその3ラウンドも、ね、こう来るっていうイメージではなかったんで、そこにちょっとギャップが出たかなっていうのはありますけど、まあでもこう、なんだろう、行くふりっていうのをめっちゃしてきたんですよね。ちなみに今日の髪型っていうのはスーパーサイヤ人なんですか。あ、っていうかなんかその、まあ、何もセット最初してなくて、で、今回のアベマのね、ビジュアル撮影の時にこういう風にブワーってやってもらった時にめちゃくちゃ気に入っちゃって、これだと思って、で今日メイクさんに頼んでこれやってくださいっつってやりましたね。いやまあまあ芸術は爆発ですよ。かなり髪型に関してはSNS 上アメバ上話題になっておりました。本当ですか。はい、まあまあそうですね、もう話題を作る男になりたい。最後までこんな感じでキックをもう盛り上げていくってことですかね。うわどうですかね。今回本当にその蜷川さんにこうやってもらって、その時にもうこれだって思ってたからやってもらってやったんですけど、今日も別にやるって予定がなかったんですけど、パッと思いついてちょっとやってもらっていいですかって言ったら OK、 他のメイクさんに OK 出たんでやりましたけども、まあ本当その時のフィーリングですね。キックボクシングにいる間にこれだけはちょっとやっておきたいなってことないか、もしあれば。そうっすね、今は特にないですね。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、僕はございます。すみません、追加でいいですか。はい、その、まあアベマのビジュアル撮影だったりとか、多分他のジャンルの人の一流の人に会う機会って多分今すごく増えてると思うんですけど、
そういうところで格闘の形で刺激を受けるみたいなことでも結構あったりしますか？わあ、だいぶありますね。そこが非常にこう僕の人生においての一番の楽しいところだと思いますね。今の生きてる時に本当に、ね、この間の皆川さんの時もあ、なんか俺って楽しい人生送ってんだなっていうふうに改めて思いましたし、ね、こうテレビの収録だったり撮影とかだったりで、ね、いろんな人にお会いしていろんな刺激をもらえるんで、そこはすごい良かったです、ね、でも今回のために僕も試合前ずっともうテレビのオファーとか全部断ってたんで、うん、そのぐらい気合入ってました。はい、他はよろしいでしょうか？大丈夫ですか？はい、それでは以上で那須川天心選手のインタビューを終了させていただきます。那須川選手ありがとうございました。ありがとうございました。写真をお願いします。